久保さん。いや、確かにまあ、プライドはそこは必要ですね。っていうかそこが全てじゃないですか、初動は。初動は。うん。ちょっと申し訳ないけども、例えば起業して、うん、売り上げも立ってないのにですよ。立ってないのに、あのー、なんだ。うん、人のため、世のため。っていうのは、うーん、悪くはないんだけども、うん、 結果がすべての時代なので <laughs>。結果、時代というかね、なので、うーん。まあ前回の動画でも言いましたけど、まあビジョン、志、まあ、そういうのを持ってね。でも売上全然上がってない。で、従業員に給料払えない。で、従業員が路頭に迷う。でもビジョンと志はすごいある。でも、えー、その給料が従業員もらえないから、家族が路頭に迷う。 これはど,ど,どうなんですかね。<laughs> これはどう思いますって話で。だから、どっちがいいか悪いかっていうか、まあ、ビジネスをやるんだったら、本当、売り上げっていうのは絶対上げていかないと。考えないといけないので、お金のことですよね。あの、それは考えていかないといけないと。だから、僕はお金のことを常に考えてるので、あの、従業員は雇わないと。そう。<laughs> それはもう過去に経験してきたんで、だから全部一人でやると。うん。 お金の、自分へのお金の責任は持とうと思うけども、従業員の給料の責任まではもう持てないですね。うん。まあ、たなんですけども、いないですよ、やっぱなかなか。なかなかいない。やっぱその、従業員マインドと経営者マインドというか、それをすり合わせるっていうこと自体がかなり難しいので、だったら自分のマインド、まあ自分の分身を作っちゃうと早いと僕は思いますね。 うん、多分社長の、まあ今回テーマ社長の悩みにしましょうか。多分社長の悩みって、大体まあ8割9割は売上げの悩みと従業員の働いてる人の悩みだと思います。人事の悩みですね。人事のトラブル。もうしょっちゅうありますか、こんなのは。人雇ってたら。もうしょっちゅう。<laughs> だからまあ売上げの悩みと人事の悩みです。そう。 だから僕はね、やっぱ一人社長がおすすめですね。もうこの人事の悩みは採用しなければもう一切なくなるので。うん。で、あとは自分の志をテクノロジーを使ってね、分身いっぱい作ればいいじゃないですか。いくらでもリスクなく言い,言いまくれるんで。うん。だからね、今はいい時代ですよ。 逆に言うと、今はこのテクノロジーがあるので、このテクノロジーを使えば、ビジョンと志をしっかりと発信すれば、人が集まってくるだろうし、クラウドファンニングっていうのもありますんで、そこで、まあ、思いが伝わればね、金も集めることできますから、だから今は、正直、そのテクノロジーちゃんと使えば、もう本当に結果出せるんじゃないかなと。だその思いとか、自分のビジョンとかも、ま言わないしね。<laughs> それすら言わないし。 うん、やればいい,いいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、そうまあ結果出さないとほんと飯食えないので、うん、ただその結果っていうところがビジネスで言うならば飽きない何かを売ってどうのこうのとかね、まあ、ネットだと広告ビジネスとかもありますけれども、まあ、その今テクノロジーが進んで思いが多くの人に伝われば、ね、そのビジョンが多くの人に伝われば お金が集められるっていうプラットフォームはあるわけですから <laughs>、うん。だからまあ本当に今ね、やれるやつが勝つなと思いますね。うん。だからんだろうな。何だろうな。今はもう社,社長みたいな人。自分、なんだろうな。まあ社長にもいろんなパターンがいると思うんですけど、社長がテクノロジーを使うと生きやすいと思います。 ただ、社長が昔の常識で仕事をなんか、こう回すんであるならば、かなり精神的な負担だったりとか、売り上げの、あの、悩みとか増えると思います。ただ、あー社長にな,なった人っていうのは、まあ、起業したっていう人は、それ、それそのね、一般の人とはやっぱ違うわけじゃないですか。で、それでテクノロジーを使い、ちゃんと使い倒せれば、まあ、結構いい感じになると思いますよ。うん。 DJ 社長ね。DJ 社長は今、アメリカ行ってますけどね。<laughs> なんか、この前なんか、ホンダ、ホンダさんホンダさんだっけあの、サッカーの人と対談してましたね。すごいっすね。うん。まあ、あれももう、あの <laughs>、テクノロジー使いまくった結果ですからね。うん。うはい。使われるか使う側か。うん、社長も、 そうそう。社長も結局従業員に使われる側。これ、これちょっと面白いですよね。社長も実は従業員に使われている側っていうね。実は。実は。い <laughs> ってらっしゃい。